はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日は3月の27金曜日ですね。皆さん大変残念なお知らせがございます。なんと東京ディズニーリゾート休園がですね、延期となります。まあね、でもね、予想はしてたんですけどね、やっぱね、千葉とかね、東京がね、あの土日、まあ休日ですね、あの週末は、まあ、出かけるのをね、自粛してくださいとか、で他にもね、オリンピックがね、来年に延期しちゃったりとね、まあこの状態でね、パークをオープンさせちゃったらね、まあいろいろ言われたりね、するんじゃないかなと、でね、思ってたんですけれどもね、まあ残念ながらですね、まあ予想通りといえば予想通りですけれども、休園がですね、延期となりました。で、このね、延期はですね、あの今までね、あの地震、3月11日のね、地震よりもさらにね、あの期間が長くなってしまいまして、東京ディズニーリゾートができてね、一番長いね、休園となりました。で、一応今のところね、決まっているのが4月の20日まで休園という形になってるんですけれども、正直ね、ジョマジ的にはね、4月20日以降も厳しいんじゃないかなって思ってますね。あの4月の25ぐらいからですね、一応ね、あのゴールデンウィークに入っちゃうんですよね。なので、もし20日ぐらいからオープンするとしてもですね、たくさんね、ゴールデンウィークで人来ちゃうじゃないですか。なので正直ね、20日とかその辺でオープンっていうのはかなり厳しいんじゃないかなって思ってます。もしオープンするんだったらね、5月の、まあ、上旬とかね、あのゴールデンウィーク後になっちゃうんじゃないかなってね、正直思うんですけれども、まあとりあえずまだね、そこに関してはね、わからないので、まあまた今後のですね、まあコロナウイルスのね、状況によってですね、また上下してしまうと思うんでね、また残念ながらね、期間が伸びてしまいましたけれども、頑張って皆さん、我慢してね、もうディズニーリゾートほんと半端ないんですけれども、もう我慢してね、皆さんオープン再開するのをね、待ちましょう。詳しくはね、また夜ぐらいにね、放送しようかなと思ってるんですけども、今のとこ決まってるのが4月20日以降にオープン、まあ再開ですね、再開予定ですよって感じですね。で、ニューファンタジーランド、まあニューエリアに関しましても、今のところまだね、5月中旬という形になってますので、とりあえず2月以降と、延期してしまいましたからね、まあ、残念なお知らせでございますけれども、今日は速報という形でお知らせさせていただきました。また夜ですね、生放送とかでこの話をね、したいと思っておりますので、そちらですね、お楽しみに待っていてください。それではね、今日は速報という形でちょっと早いんですけれども、終わりにしたいと思います。また夜お会いしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。バイバイ。